くだりのたけしが決めるぜ、ベイビーとは。はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。今日もね、バンテリンドームで中日、タイガース戦、解説してきました。結果はですね、ドラゴンズの6対1ということで、ドラゴンズ勝利ということになりました。試合展開から言うとですね、先発が勝野と、そしてタイガースが青柳という先発だったんですけども、両投手、の出来で入ったと思います。タイガースがですね、これ2回に2点取られるわけですね、ドラゴンズから。この展開がですね、僕はちょっと非常に疑問が残る2点になりました。1点はですね、これは仕方がありません。2点目です。2アウト2塁で、8番の根尾だったんですね。で、この8番の根尾のところで、2回だったっていうところもあるんですけども、やっぱりこの1点で止めるか、2点が入るのかではね、えらい違いだと思うんです。そんな中、根尾と勝負して、ライト前ヒット。あそこをたらればですけども、根尾を敬遠して、9番の勝野で勝負していれば、1点でね、僕は収まったんじゃないかなと。そして後半に行けば、それで同点に持ち込んでいったりですね、試合展開がガラッとね、変わったんじゃないかなというね、今日はだから、あの1点がですね、非常に気になりました。このね、敬遠しなかったっていうのは、これは弱腰とか、そういうことじゃなくて作戦ですから、僕は全然2回からでもね、敬遠してもいいと思います。これは、やはりタイガースがね、首位に走ってて、貯金も10持ってるっていうことで、少しね、このタイガースの、この采配におごりがあったんじゃないかな。非常にタイガース側からしたらもったいないね、失点になりました。ドラゴンズはですね、今日は代打でですね、福田がですね、ホームランを打って、あの1点でね、決まりましたけども、久々に福田のあの素晴らしいホームランを見ました。そして続いてね、ビシエドが最後、とどめのスリーランということで、仕上げて6対1。徐々にドラゴンズも打線が上向いてきましたので、どん底はね、脱したんじゃないかなというふうに思います。あとはやはり、中継ぎ陣で8回に出てきたね、祖父江が今日ちょっと最近よく捕まってますからね、ここをやはり祖父江をなんとかやっぱり修正していくっていうところじゃないかなというふうに思います。その後に出たね、又吉、ワンアウト1、3塁、ね、1打同点のところですね、インコースシュート投げて6、4、3のダブルプレーで、素晴らしいピッチングしました。中継ぎ陣もね、ドラゴンズたくさん調子のいい選手いますので、ドラゴンズは後ろに行けば行くほど、盤石じゃないかなというふうに思います。タイガースもですね、やはりバンテリンドームちょっと苦手にしてるなっていうね、気配はありますので、明日はタイガースがチェン、そしてドラゴンズは福谷ということで、僕は非常にね、あのタイガースのチェンに注目したいなというふうに思います。フルスドラゴンズ、そしてね、タイガースの中では助っ人外国人が非常に多いです。調子いい外国人がたくさんいます。明日チェンが先発で失敗すると、なかなかチャンスね、これ回ってこないと思いますので、チェンにしてみたらね、明日は必死で来ると思いますので、ドラゴンズ打線もですね、覚悟を持って明日は戦ってほしいなというふうに思います。ひとまずドラゴンズね、タイガース2つね、2連勝といきましたので、明日はドラゴンズも3立て、そしてタイガースは1勝報いるためにも1勝するということで、ね、明日もね、またあのいいゲームが見られると思いますので、ぜひドラゴンズファン、タイガースファンの方もね、楽しみに明日試合見ていただきたいと思います。